はい、このステファン・レコは初戦苦労しましたね。苦労しましたね。マエストロ選手頑張りましたからね、はい、エキストララウンドを戦ったステファン・レコ、レイ・ホフマンも3ラウンドを戦っています。ジャッジ、ヨーロッパグランプリ準決勝、黒いトランクスのステファン・レコ対するは紫のトランクスのレイ・ホフマン。今はサウスポーに構えています。状況に応じてスイッチしてくるレイ・ホフマンです。まあ、レイ・ホフマン選手1回戦見た限り、はい、よくパンチですね、パンチは本当に切れるパンチ持ってますんで、あのアッパーは見事でしたからね、右のジャブで牽制しますレイ・ホフマンです。右のローキック、フィニッシュブローはレイ・ホフマンはあのアッパーと考えてるでしょうね。そうですね。一方のステファン・レコは1回戦本当に苦しみました、エキストララウンド4ラウンドを戦いました。1回戦でレイ・ホフマンよりも3分余計に戦っています。あのレイ・ホフマン選手、初来日したサダの試合の時はですね、コンビネーションを使ってたんですけど、はい、戦いが徐々にヘビー級ファイターの戦い方になってきたというか、ね、ああそうですか、一発一発なんか重みを出してますよね、そのあたりの変化は、ね、石井さんはどうご覧になりますか。徐々にですね、体重を上げてきてですね、でスピードを落とさずに、去年あたりはですね、はい、その体重にスピードついてこなかったんですが、今年でも完全にヘビー級ですね、95キロでスピードをしてませんね。そうやってグランプリを制したのがアーネスト・ホートですからね。そうですね。このステファン・レコにも期待が集まります。レコ選手、ホフマンの足が弱いって見て足から攻めに行ってます ね。 そうですね。これはいい作戦ですよ。右のストレート、右のストレート、おっと、しかしこのホフマンの振り払う破壊力にハレンスタジオンからため息が漏れます。パワーありますね、はい、この体の大きさはもう K1 のトップファイターに混じってもレイ・ホフマン全く遜色ありません。110キロですか。はい、196センチ110キロです。フェイントを交えて右のローキック、ステファン・レコ左のアッパー、左のストレートが飛び出て、言ってましたね、レイ・ホフマンはオーソドックススタイルに変えてまいりました。左から右、谷川さん、レコのスタミナどう見ますか。いや、レコはスタミナあると思いますけどね。全く問題ない、収録非常に豊富ですから。右のストレート、右のストレート、ホフマンの顔面が一瞬歪みました。やっぱりスタミナ面ではホフマンの方が不安ですよね。あ、なるほどね。そのあたりもこのローキックがさらに、そうですね、1回戦見てもホフマンは1ラウンドめちゃくちゃ強かったんですけども、3ラウンドは逆にダウン取られちゃいましたからね、はい、そのダメージもあると思いますし、第1ラウンド、まずはステファン・レコがじりっじりっと巻いてまいります。このローキック、そうですね、下から攻めています、ステファン・レコ。この辺りのダメージはどうか、レイ・ホフマン。残り10秒を切りました、第1ラウンド、左のアッパーで牽制します。前足を抜く、第1ラウンド終了しました。まあ、本当にレコ選手ですね、初来日、去年の博多の大会だったんですけど、はい、クルーザー級の選手というかライトヘビー級の選手ですけど、完全に96キロあるんですね、今上げてきましたね、右のローキックを見せます、ステファン・レコ。ステップを刻んで右のフック、クロスカウンター気味に入ります。ステファン・レコ選手はですね、はい、こういう大きい相手は全然得意ですから。あ、そうなんですか。ドイツはもうみんな大きいですし、またピーター・アースとかもスパーリングパートナーやってますんで、はいはい、全然問題ないと思いますよ。ステファン・レコが188センチ、レイ・ホフマンが196センチ。そうですね。ただホフマンの右ストレート、左ジャブすごい伸びてくるんですよね。だからガード下げると危ないですよ。あ、なるほどね。今みたいに顔を上体振ってちっちゃくちっちゃく吐いていって、はい、下から上につなぐという方がベストじゃないですかね。はい、かなりレッコの右のローキックをホフマン選手は嫌がってますね。パッとできてませんもんね、はい、太ももはもう耳ずばれに腫れてますね、はい、これがこの第2ラウンドのもう中盤以降になってくるとおそらくダメージが出てくるものと思います。ただ3ラウンドなんで、早めに仕掛けていかないと、5ラウンドだとローは効きますけども、その辺がポイントですね、はい、左のジャブですが、右のストレート、一気に踏み込んでくるステファン・レコ、早いですね動き。石井さん、この距離はどちらの距離なんでしょうか。
これはホフマンですね。もうちょっと入りたいんです、ここからですね。あ、レコがですか。ホフマンはほら足使って入らせないようにしてますよね。ただ レコ選手はこれローキックが当たる通りですよ。ホフマンとしてはあのローキック警戒しなければなりませんが、左のジャブを出しながらリングを左左に回りますが、その左に回るステップも心なしかぎこちなさが出てきたようにも感じます。ああ、ヤーリーのストレートだ。196センチ110キロが沈んだ。見事なストレートですね。スファンレコ右のストレート、決勝進出ステファンレコ。これが K1 の醍醐味ですよね。まさに一発で倒す。アレンスタジオンが沸いています。総立ちですね、お客さん。アレンスタジオンはアンディフグの出番を待つ前に早くもボルテージがピークに達したかという感じ。ステファンレコの鮮やかな右のストレート、96センチ110キロのレイ・ホフマンを見事にマットに沈めました。決勝進出です。あれはもう、はい、これは結構ニコラス強敵ですね。今石井さんの力もありましたが、ステファン・レコは次ニコラス・ペタストン、7月18日名古屋ドーム対戦なんですね。対戦するんですよね。ヨーロッパ極真空手最強と謳われるニコラス・ペタストンの対戦が決まっているステファン・レコ。まあ、お互いにいい男ですし、技も多彩ですし、きついし、これは面白いですね。